何をやるでもやっぱりマインドセットっていうふうによく聞きますね。成功者がよく言う話で、何が大切ですか、ね、スキルとかね、あの人脈をいかにつなぐかとか、やっぱりその能力ですよね、例えばそういうビジネス能力 MBA 取った方がいいんじゃないかとか、いろんなことをあの言う人がいるんですけど、本当にぶっ飛んで結果を出している人に聞くとですね、やっぱりあの気持ちかなみたいなマインドセット、あの我々の言葉で言うとね、マインドセットですね。マインドセットで未来を思いっきり切り開くことができれば、スキルとか今持ってない情報でもどんどんこう自分の中に取り込むことができるわけですね。このコーチング理論で言うと、ゴールを設定するとラスがオープンするということですね。まあ、フィルターシステムがオープンして、これまでゴール設定することによって、そのゴールに関係する情報がどん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 認識できるようになり、当初分かんなかった達成法がどんどん見つかり、どんどん行動を起こすことによってゴール側に近づいていくことができるというこの理論ですけど、まずはやっぱり成功者はみんなそこを見抜いてますよね。あのやっぱりマインドセットが9割ぐらいっていう言い方もする人もいます。あとはいろんな要素があると思いますけれども、9割マインドセットだったら、まあ、徹底的にこのコーチング理論をですね学んで、で、まさにビジネスの世界であのどのように展開すればいいかということを考える、もしくはこの動画を見ている方においては、そのスポーツの世界で、これからあの日本代表とか世界を目指していくぞという方もいると思うんですが、全く同じ形で、応用を聞かせてみていただければいいと思うんですけども、このエフィカシーですね、じゃあどうやったら下がらないようにできるかっていうところがポイントですよね。まあ、過去もいろいろこの動画で撮ってるんで、それも参考にしていただきながら聞いていただきたいんですけど、最近思うんですけれども、他人の評価を気にしすぎとは言いつつも、我々どうしても他人の目を気にする、まあ、社会性を持ってる人間ですか、当たり前ですけども、あの社会に出るということは、もしくはあの学校の中学生さんでもそうだと思うんですけども、人と人との関係性で成り立つわけですよね、その生活というのは。っていうことは、まあ、常に他人との関係性の中で、他人からどう、関係する他人からどう思われるかとかっていうのも、どうしても無意識で気にしてしまうんですけども。そこを徹底的に自分の眠った能力に関しては、未来開花させるぞという能力に関しては、他人の評価は一切気にしないということで、他人の評価は気にしないというふうにもう一回確認ですね。じゃあ他人はどう見てるかですよね。当然ながら我々の個人、例えば自分だったら自分の、過去現在しか見ないわけですよ。でいくら未来こんなゴールを設定してますっていうことを例えば知ったとしても、まだそれ実現できてないよねってことで、もうドリームキラーになったりとか、あまりにもぶっ飛んでたらということにもなりかねないわけですから、やっぱり事実として、例えば転職するときもそうですよね。履歴書、経歴書を見て、あなたはこれまで何をやってきましたかって、でそれによってあの今回の会社でどれだけパフォーマンスを出せるんですか、貢献できるんですかっていうことしか見ないですよね。転職サイトも大体そういう書き方をします。未来ゴールこういうことをやりたいなんていうことを書く欄はそもそもないんですよね。むしろ志望動機というのはあるかもしれない。それはあくまでこれまでやってきたことを、自分がこの会社、新しい会社でどういうことができる、どういうことがしたいかっていうことで問われます。もちろんあの経験とかを問いませんよみたいなことはもちろんあるかもしれません。そういう職種もあるかもしれませんけれども、基本的にはこれまでやってできた、発揮してきた能力、例えばあのどこどこ大学の何学部卒業とかね、で転職するんだったら、あの新卒ではどこに入って何年どういうあの仕事をして、そのそれで身につけた、スキルっていうのはどういうレベルですかとか、資格はどういうの持ってますかとかっていうところで見られちゃうわけですね。あの究極社会っていうのは実はそういうことで見られます。でこの理論からすると、そのエフィカシーはその他人の評価、他人が見てる自分の過去の評価で自分を未来で縛らないということですよ。自分のエフィカシーっていうのは、現状の外側に高い高いゴール、達成か分かんない高い高いゴールを設定して、これが達成できるぞというエフィカシーだから、これまでの自分の延長線上しか他人は見てないっていうことからすると、いわゆるもうドリームキラーだらけになっちゃうわけですね。そのゴール、自分のゴールを言った瞬間に、そこは聞かないってことですね。他人の評価をあの考えずに、自分のエフィカシーは絶対下げない、自分がこのゴールを達成できるというエフィカシーは絶対下げない、
社会というのは実際先ほどのその転職の話もそうですし、自分もですね、ちょっと一つエピソードを言うと、もうお笑い話みたいな話ですけどね。金利がもうずっと安いですけども、金利が安いんで、金利安いとこに借り換えようかなと思って借り換えたんですよね。あるメガバンクに、メガバンクからあるメガバンクに金利が安いキャンペーンがあったんで移したんですよね。そしたら月々の支払いが減るわけですよね、金利が安いと。あ、じゃあ変えようかなと思って変えたんですよ。そしたらまだコンサル時代ですよね。結構給料もらってたんで、過去3年分ぐらいの年収証明を出してくださいとかね。で、今所属している会社に勤務してるという、勤務してるという証拠の書類を出してくださいとか、なんかいろんなことを出させられたんですよ。過去の経歴も全部ね。で、必要書類は全部整ったんですよ。整ったんだけど、もちろん審査通って、もう全然新しいローンに切り替えることができますみたいな話になったんだけど、担当者が一歩電話かかってきたんですよ。書類は全部整ってて、審査は全部クリアしたんだけども、なんでこんな年収が高いか、内部でちょっと疑問の、そういう問い合わせがありました、審査部から。なので、大変失礼なんですけれども、電話をかけてちょっと確認させていただきたいんですけど、すごい失礼な電話 本当に びっくりですよね。全部の書類出してるわけですよ。で、そのコンサル会社に勤務してるっていうこともちゃんと出してるし、過去3年分の年収証明も出してるしね、過去の経歴書も全部出してるわけですよ。でも表面的な審査は全部通ってんだけど、でもおかしいと。MBA とか取ってんだったら年収がこのくらいあってもおかしくないねっていうことで、なんか資格を取ってんじゃないんですかと。そうじゃないとこの年収は普通ありえませんみたいなことの問い合わせだったんですよ。すごい失礼な話。MBA とか取ってんですよ。いや、取ってませんけどみたいな。一応MBA コースは、ちょっと国内のやつを途中まで、学んだことあるんですけども、逆に逆内部で自分がおかしいと、お金払って学んでるはずなのにいつの間にか中で教えてたみたいなね、グループワークなんですけど、それで全部自分で教えてたみたいなことがあったんで、なんか新しいこと全然学べねえなと思って、途中で辞めちゃったりとかしたんですね、卒業、ま、あの手前で。いや、そういう、MBA 修了みたいなのは一応単価はある、単価コースは全部取ってるんですけど、修了証書はないんで、MBA コースは、卒業とかないですねとかね。あれですよね、公認会計士とかの資格取ってるんですよね。特にないですよみたいな。そういうこと、資格としてはそんな言うほどものものがないわけですよね。じゃあ他なんかないですかとか、留学とかあるんですよねとか、留学とかは特にしてませんけど。外資系のそのコンサル会社でこんな給料高いんですかとか言ってね、もう質問攻め、もういやいや、もうちょっと時間がないんで、審査通るんですか通らないんですかっていうことで、書類上は問題ないんで、通させていただきますんで、今後ともよろしくお願いします言われたんですけど、何の電話だったかよくわかんないっていう これ失礼な話ですけどね。これはエピソードとしては、過去の経歴とか資格っていうものがすごく重要視されてるっていう証拠ですよ。銀行ですよ。メガバンクですよ。皆さんがよく知ってる。言わないですけどね。すごいよく考えてみたら、すごい失礼な電話。で、仕事中忙しいのにね、こちらでも仕事の最終報告のための、資料とか作ってるのに電話かかってきて、銀行からだ。質問攻めだけど、結局分かりました。何が分かったかよく分かんないで、結局電話を切って、その審査はもちろん書類上通ってるわけですけどね。それが世の中の見方ってことですよね。で、そこにやられないってことですよ。過去の経歴とか資格で自分たちの能力を測れるわけじゃないですよね。もっともっと能力があるんで、これから開花するんですよという、自分の能力の自己評価ですから、それをぜひですね、どんどん高めるってことは、他人の評価というのは、他人は自分の過去しか見てませんよと、過去思考の目線ですよね。で、自分は完全に未来思考の目線、完全にこう切り離して、自分はもうそういう他人の評価は受け入れないというふうにぜひ決めてですね、未来に思いっきり切り開く。で、これがもう一回確認ですけど、エフィカシーの、本質の一つだというふうにもう一回確認ということですね。そうは言っても、社会は過去ばっかり見ますよということを、
もう一回注意して、そこに流されずに自分は思いっきり高いゴールを設定してそれを達成できるぞというふうに自分で常に、刷り込んでいくということですね。それが、高いエフィカシーを維持する一つの秘訣になりますよということで、今日は一つエピソードをご紹介しながらお伝えしました。今日は以上です。ありがとうございました。